落ち着いて。いいやつけたら早う食べるんやで。気が利くな。割り切れるようにしてくれてる。そうな。さっきこっち見たら5個やったからどうやって割ろうって思ってたんですけど、割り切れる数になってる。いいし。サービスしてくれたの。多分かもしれないですけど、そんな個数が決まってないだけかもしれないです。そうなんね。どっちか。そうだね。チキンパテ。食べていいですか。どうぞ。いただきます。チキンパコラコスパいいですね、これ。そのまま食べても全然いきます。本当？味がします。衣に十分味ついてます。あ、そうなんや。はい。これもすごい美味しいですね。うま。すごいマイルドです。全然刺激が辛いとかないです。チキンティッカマサラ。マライティッカマサラ。マライティッカマサラ。はい。ちょっと酸味がある。ちょっとバターカレーと似てるような感じがします。よかったらつけてください。うんうん、サラッとしてます。こっちのちょっともらいます。どうぞ。優しいですよ。どうぞ。じゃあ、ラムとか、まだ口つけてるんだので、うん。はい。でも、美味しいな。よっしゃ。そしたら、ゴンパチ君の豆を2人で全員で食べてもらったのか。ただでも何でもないマサラになります。普通のマサラ。普通のマサラ。僕のチャナがないとか言うてる。わかりますよ。豆のこと。もう豆のことすでにチャナで言ってる。チャナ。チャナ増量でお願いします。家帰ってなんか言ってない大丈夫。なんか豆のことチャナって言ってない大丈夫。ついこう言ってるとかそんなんない。居酒屋でエダチャナと言っちゃう。エダチャナください。エダチャナちょうだい。いい感じに出来上がった客ですね。エダチャナください。待ってるから美味しいでしょ。僕これオッツ好きです。淡白な味な感じがするんですけど、衣に結構味がついてて、こんなんさ、ほんまに普通のチキンの天ぷらとかするやんか、うん、鶏の天ぷらしてもこれ出さねえんで、この香辛料が、うん、やっぱあるんやろね。ありますよね。この香辛料が真似できへんわ、うん。奇跡の舌を持っとかんと再現できへんね、これ。うまいっす。食材はやっぱ日本で買ってるんでしょうけど、全然なんか日本の料理とはちゃいますね、感じが。香辛料とかでも最近、まあいろいろ売っとうやんか、はい、仕入れとかどないしょんかな、うん、インドから送ってもらえようやろか、ね、かもしんないですね。また大量に買ってこっち来てるとか、うん、あるかもしれないですね。向こうでしか手に入らへんような。おかげさまちょっとやばい。おかげさまをもちまして、香辛料がつきましたので、しばらく休業しますので。買い付け次第また再開。でもなんかありそうやから怖いですね。多分僕らに一番に知らせてくれるやろ。しばらく休み。しばらく休み。休み。何しに行くの？どうなってたとか言って。香辛料切れた。買ってきてまたやる。完全に発注ミスやん。発注ミスがそのまま客にダイレクトに行くっていう、うん、余裕のなさがまたいいですね。うまい。
僕のチャラがない。